始まりました、姫のふわふわレーボー。今日はライトの色をちょっとだけ黄色っぽいやつにしてみました。今日は何も企画とかは用意してなくて、ただ姫の雑談をちょっぴりだけちょびっとお話ししていこうと思いまーす。最近、毎日投稿、姫のふわふわルームだったり、おたさの姫だったりを毎日投稿していく中で、ショート動画をちょっとずつアップしたりしてるんだけど、それをやってみて、ちょっと姫、あ、これ自分の中で変わったっていうことがあったので、今日はお話ししたいと思いまーす。はー。最近の、ショート動画は、モウ君にドッキリでジャンボリミッキーを踊ってみたり、あとは、3人でこうやって仲良く楽しく踊ってみたりする動画を上げてるんですけど、もともと姫は踊りがあんまり好きじゃなくって、今まで日本舞踊だったり、バレエだったり、ジャズダンスだったり、タップダンスだったり、いろいろ習ってきたんだけど、姫はやっぱりうっかりさんっていうのもあって、振り覚えもそんなにじゃない、全然良くないし、フォーメーションとかも、あ、姫ここに立ってていいのかなってふらふらしちゃって、姫ちゃんと踊るって怒られちゃったり、姫はもう踊ることはもう無理だな、しょぼーんって、今までたくさんしてきたんですけど、モブくんと一緒に踊ることで、最近ちょっとずつ踊るのが好きになってきたなーって思います。姫のかなり苦手だったダンスが、今は楽しいっていう風に変わってきてるので、これはもう絶対モブくんのおかげだし、これからもたくさんモブくんと3人でなんか踊っていきたいなって思います。姫は上手には踊れないけど、でも楽しく踊ることができるし、やっぱり一人だとちょっと寂しんぼな時も、3人でいるとすっごく楽しかったり、それはいろんなライブもそうだし、ネタ見せも姫はドキドキさんだから、あー緊張するよーって時にも、モブくんが来て、大丈夫だよ姫頑張ろうって言ってくれるのがすっごく嬉しいし、いつもモブくんに支えられて今の姫があるんだなってすごく思いました。モブくんは姫のことを可愛いって言ってくれるだけじゃなくって、いろんなところで姫を守ってくれて、姫を助けてくれて、見た目がかっこいいだけじゃなくて、中身がかっこいいんです。コウセンくんも、マキャくんも、人見知りなところがあって、おたさん3人、そうなんだけど、本当はもっと、3人でいる時が一番喋れるというか、あんまり先輩とか後輩とかと、おたさんは、グイって入ってみんなドワーってやるタイプではないけど、3人でいたら、わしゃわしゃわしゃ、わしゃわしゃわしゃってすごく盛り上がるから、それがすっごく楽しいなって姫は思っています。姫の苦手なことを変えてくれたモブくんたちには、やっぱりこれからたくさんお返ししていかないといけないなと思うし、モブくんにも姫と一緒にいて、わー楽しい、幸せって思ってもらえるように、姫もこれから頑張っていかなくちゃいけないと思うし、これからもずっと仲良しでいられるように頑張りたいなと最近の姫は思ったので、ここでちょっとお話ししました。3人性格はバラバラなんだけど、それぞれが多分ちゃんと思えるっていう、姫はちょっとわがままさんのところもあるけど、二人はすっごく優しいから、おたさんが、仲良しでいられるのかなって思います。なので、これからも、
たくさん踊って歌って楽しい動画を作っていきたいです。姫も YouTube にアップしてるだけじゃなくって、スマホの中のフォルダーにもぶくんとの日常っていう名前をつけて保存して、なんかあー今日ダメだったなーと思う時に見返したりしています。というのがちょっとした姫の雑談でした。あ、でもモーグに見られるとちょっと恥ずかしいよ。あ、でもトカゲさん聞いてたんだね。ピカチュウさんも。あ、ということで、これは姫の単なる雑談の動画でした。これからもたくさん動画上げていくので、ぜひ見てください。高評価と、チャンネル登録もよろしくお願いします。それじゃあまたねー。なんかドーナツ食べよう。とっても美味しいドーナツを食べて姫は幸せな気分になりました。